どんともいっきーチャンネルよくそ、どんともいっきーでございます。はい、というわけで今回はですね、こちらスマホ版 PUBG と公約行動、こちらのゲーム実況していきたいと思います。はい、というわけでシングル、ソロのね、対決になるわけなんですけども、まあ、やっぱりね、ただドンカツを狙いに行くんではなくて、もちろんドンカツも欲しいんですけども、やっぱり男ですから、攻めて攻めて攻めて攻めまくって、皆さんにかっこいいところ、見せ場をどん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 見せつつ、ドンカツをいただいちゃいたいと思います。さあ、というわけでですね、早速やっていきたいんですけども、まず最初に降り立つ場所というのはかなり重要になってくるわけなんですけど、まずこのね、ウエストピア、ピーラー、わかんないですけど、とりあえずウエストピアね、このウエストピアに降り立っていきたいと思います。さあ、流暢な英語が決まったところでそろそろ降り立ちたいわけなんですけども、さあ、このウエストピアにまず届くのかどうかっていうところも心配なんですけど、この辺りなら届くかな？うるせえな、とりあえずボイチャをつけたらね、すごくうるさかったんですけども、さあさあ、そんなことも、お構いなしで、ただいまから天空より、死神、破壊王、いろんな意味を持つ、この私、ともゆきが、降り立って、ドンカツを取りに行くわけなんですけども、さあ、これは、いろいろ届くんでしょうか。五択を並べてる上で届かなかったら一番カッチョ悪いし、何せ武器が取れない。あ、でも届きそうですね、とりあえず。さあさあ、このパラシュートをうまいこと操作してですね、届いていけばいいんですけど、いけそうですね、さすが私ですね、狙いどころはバッチリ。というわけで、ちょっとですね、こう調整をしながら、これこそ匠の技、見事狙ったポイントに降り立ったタンカーの上、さあここでドンカツへの第一歩が踏み出されたわけなんですけども、さあさあさあ、まずはお、いいですね、最初からこの M4A1 だっけ、いろいろね名前の方は十分わかんないんですけども、とりあえずいい武器が取れたということで、まずはドンカツに王手をかけていきたい。お、レベル2のバックありがとうございます。さあ、止血キットのバンバン手に入れてますね。いいですよ、このペース。どん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 いろんなもの手に入れていきましょう。ここら辺はね、結構いい物資が落ちやすい。そして、いろいろ拾いやすいポジションなんでね、僕的にはすごく穴場だと思っているんですけども。まあ、その分激戦区でもあるんでね、ちょっと気をつけて、まあ、やっぱりプレイヤースキルの方でどんどんカバーしていきたい。おっと、これはサープレッサーですね。ありがとうございます。さあ、というわけで、敵をいないかちょっと警戒をしつつですね、やっていきたい。お、言いましたね。これはエイム能力で狙っていく。まずは一人抜き。ありがとうございます。さあさあ、この何キルもされていく中の貴重な第一歩でございますよ。ええ。さあ、やった敵の物資もバッチリ。お、8倍スコープありがとうございます。さあさあ、栄光のドンカツへの架け橋、バッチリとかけていきましょう。というわけで、さあさあ、ああ、でもまあそんな持ってないですね。まだまあまあ全然いいでしょう。こっからどんどん勝ち取って、剥ぎ取っていけばいい話。さあ、圧力鍋も手に入れまして、ケツの防御はバッチリだ。おっと、これはいいですね。M27。読み方は合ってるのか定かではないですが、とりあえず4倍スコップも取りつつ、携帯も鳴りつつ、さあさあ、ここでリア充度合いもバッチリ見せていく。誰からの連絡なのかはさて全然わからない。というわけで早速、おっと、落ちた。これはボンミスですね。ともゆきらしからぬミスも、おっちょこちょいな可愛い一面も見せたところで、さあ、上に登っていきたいと思います。自分で失笑してしまった。さあ、そろそろちょっとね、なんか銃声とかも何も聞こえてないから、まあ大丈夫じゃないかなと、思いつつですね、やっぱね、周りには警戒をね、していかないと、まあドンカツというものは、ね、容易に取れたもんじゃないんで、ちょっとですね、360度、目がついているかのような、こう感度を見せていってですね、周りの敵バチバチ倒していきたいと思うんですけども、さあさあ、こっちの三つ目のコンテナ、コンテナどこにいる？どこにいる？どっからだ？どっからだ？見つけました。こんにちは。あ、届くか。これはバッチリ狙っていく。お見事でございます。俺すげえ。さあ、鮮やかなジグリさんも決まったところで、早速ですね、どん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 休むことなく、どん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 、敵を倒してどん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 アイテムを手に入れていかないかんなと思ってどん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 ね、繰り返してどんどん防虫どんどん防虫ってやってますけども、さあ、ドンコウシが飛び出したところで、とりあえずヘルメットと、防弾チョッキの強化なんかもしていきたいんですけども、おっと、8倍スコープありがとうございます。さあ、早速ちょっと入れ替えましょうかね。この入れ替えもね、スムーズにしないと周りの敵からねバンバン狙われますんで、ちょっとそこら辺もね注意をしつつ、よいしょ、お見事な着地も決めまして、移動していきたいんですけども、とりあえずあっちの方をね、見ていきましょう。さあさあ、とりあえずね、まずこう、なんか、フラッシュみたいなのが出たような気がしたけど、そこは気にせずやっていきましょう。お、弾、こうやってね、貴重な弾はね、おっと、リュック不足ですけども、まあまあまあ、まあ、いらないでしょう、手榴弾。今はいらない。とりあえず弾の方を優先させてね、
取っていきたいと思います。おっと、いろんな回復アイテムなんかも見え隠れしてますけども、さあ隠れてはない、とりあえず見えっぱなしで僕が視線をそらしただけでした。さあ戦したというわけで、このね煙の発煙弾、発煙筒はねちょっと、捨てまして、おっとこれはもうそろそろリュックもレベル3に切り替えたいところですけども、弾を諦めてまずは防弾チョッキなんかの強化に勤しんでいきたい。さあ、あっちのね建物マンションの方にも目を向けまして、何かアイテムがないか、特に言えばレベル3バックがないかどうかっていうのもちゃんと探っていきたいと思います。東大元クラスイ、意外なところにある花スイということで、こっからね地味に韻を踏んでいきましたけども、さあさあこの救命バッグもねいろいろねあったら便利なんですけども、今手に入れられないということで、ちょっと発煙弾置いときまして一個手に入れましたと。さあとりあえず敵にもね注意しつつですね、いろいろ倒していかなきゃいけないですけど、とりあえず一回弾を捨てまして、でこの、補助のアイテムをつけて、どん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 上へ登っていきたいと思います。まるで1位への階段を駆け上がっていくかのようにスムーズにやっていきたいと思います。これもちゃんとアイテムをつけていきましょう。サプレッサーはね忘れずつけていきたいんですけども、さあつけるのに手こずっておりますよ。さあさあさあこんな感じで、とりあえずリュックがいっぱいなんでね、とりあえずレベル3バック欲しいところでございます。いいアイテムはゴロゴロ落ちてるんですけども、なかなかそれがねこのレベル3バックがないがゆえに保護しなければならないという悲しい現状ですよ。さあ周りにも目を配りつつ、おっとありがとうございます、ヘルメットレベル3手に入れました。ここで止血キッドもねちょっと大事なんで、まあ、弾をあえてここで捨てまして、苦渋の決断ではありますが医療キットを手に入れていきたいと思います。まだね防弾チョッキなんかはレベル1のままなんでね、ちょっとここら辺でね武器の体制も整えつつ、どん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 アイテムの方を強化していきたいと思います。生き残るにはやはりね自分の身を守ることも考えていかなければならないというね考えでやっております。さあ考えを2回使うという語彙力のなさが発動したところで、ここら辺でちょっと警戒をしつつ足音がしたような気がしなくもなくもないということで、こうやってどんどんねちょっと警戒心を自分で高めていき、モチベーションも上げていくという二重構造を組んでおりますけども、とりあえずまた弾ですね、ないんですねレベル3のバッグが。これはですねバッグのなさ、これは辛いですね。ミスミスアイテムをね逃さなければならないという辛い感じですけども、あの長いサプレッサーはね音が消えるからいいんですけども、こうねうまいことハマるハマらないみたいなところもありますからね、ちゃんとそこら辺も確認しつつ武器を取っていきたいということで、ここでこっちの方で会ってくれレベル3バックってことで全然ないということでね、全くもってバックへの運が今回は皆無状態ですけども、そろそろねいろいろ荒野行動アップデートがあったということで、アップデート後の方もやっていきたいと思います。アップデート後って謎の発言が出ましたけども、アップデート後のね、あえての読みを変えるという斬新な実況の仕方ですけども、まだまだアップデートね後のいろんなねこう新マップ新武器なんかもどん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 ねやっていって実況していきたいと思いますけども、さあそんなことはお構いなしにとりあえず片っ端から探っていきたいと思います。さあ全くない、 OK ありがとうございます。全然ないですねこれは。まあ、一応ここだけちょっとね変えておきましょう。手ぶれ補正のねやつですかね、カメラと同じく手ぶれはねやっぱり自由においても命取りということで、痛くないですね、ありがとうございます。一瞬びっくりしました、痛いかと思いきや痛くないというねこの超人的な能力を見せていきますけども、全然ねないですね。レベル3バック本当になくて困っております。全然ですね、スナイパーもいいんですけど、とりあえずねこの連射できるもので今回は対応していきます。さあ咳払いが出たところでちょっと大変お聞き苦しいポイントが増えてしまいましたけども、ただでさえ俺の声が嫌いという方もいらっしゃるでしょう。でもそんなことはお構いなしで今回は声を突き進んで鈍活に勤しんでいきたいと思います。
まあこれで探り探りでですね、久々の荒野行動ということで捜査が衰えてないことを祈るばかりでございます。さあさあ、全然アイテムがない、そして発展もない進展もない、悲しい状況が続いておりますけども、ドリンクばっかあるな、スポーツドリンクだっかすげえあんだけど、そんなにいらないですよね、飲まねえし体をそんな範囲な状態にしてどうするんでしょうね、わからないですけども、自問自答がまさかのね、自分にクエスチョンした時点でもう終わってしまうという感じですけども、おっとこれはそろそろ近づいていますね。これはあれは違うな、 OK、 そろそろ範囲が近づいてきているので、そろそろですね、場所を変えたいところなんですけども、やはりレベル3のねバック散々言わしてもらいますけども、悔いが残るということでございますよ。とにかくとにかく、まずはなんか足音がしたそんなこともない、何か今足音がしたような気もしなくもナッシングトゥーマッチ、声の枯れをナッシングトゥーマッチでごまかすということで、さあさあここら辺はとりあえず安牌で警戒しつつ行きたいんですけども、そろそろこれは近づいてきておりますね。おっと、なんか音がすんな。よいしょ。警戒のために投げておきましょう。何もいない。何も反応がない。落ちた。これは単純な操作ミス。申し訳ない。さあさあ、これは何か、誰かいたような音とか足音が先ほどからするんですけども、誰も見つからなさ。おっと、いた。うる。よいしょ。お見事。これは確実にヘッドショットじゃないか。さあ華麗なヘッドショットを決めた後は恒例の倒した相手のアイテムあさりでございますけども、さあ倒した彼彼女は一体レベル3のバッグを持っているのかいないのか、持っているのかいないのか、どっちなんだい、持ってる持ってない持ってる持ってなーい。さあマジファッキンビッチでございますけども、さあそんなことは気にせず、どっかから音がしたのでとりあえず敵を倒して行く行く、さあ当たるか、当たってない、クソエイム、さあタイヤにすら当たらない、マジクソエイムでございますけども、さあクソエイムが飛び出したところでここで何発かバンバンバンと当てていく、さあ連単連単当てていく、バン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 、まだ死なない、生きているのかこのクソ野郎。おっと一体逃げ出してましたけども、そこは関係ナッシングトゥーマッチということで、さあ風数や出てきましたけども、ここで見事やつを倒してとりあえず目の前の敵を一体一体確実に倒していく、それが俺のスタイルだ。さあそう言いつつ向こうも何か俺のことについて喋っているのではなかろうか、そうではないのだろうかなんて言ってますけども、そんなこと言ってみろ貴様をむくろすということで、さあまさかのオンドゥルゴ出てきましたけども、さあ頭が覗いているぜ、さあこっから狙ってお前を何度も、おっとここで外してしまった、しかも変なボタンを押してちょっと操作ミスがありましたけども、さあ関係なく倒していく、4人抜き見事ここで華麗にむっ殺すことができましたけども、ありがとうございます。さあここでですね、恒例の倒した相手のアイテムあさりタイムまたまた出てきましたけども、残念ながらレベル2のバッグでした、レベル3のバッグは持ってませんでしたね。まあまあこうやってね、そうやって言うてますけども、アイテムをいろいろ調整しつつですね、どんどん生き残るためのいろいろ体制を整えていきたいななんて思うんですけども、さあさあ早速ですね、周りにも警戒しつつ、とりあえずアイテムうるさいですね。こういう通知はですね、本当に荒野行動中かなりイライラしますもうね、 LINE だったらブロックしてやろうかってね思うぐらいのね感じの怒りなんですけども、そういった怒りでも格闘しつつ車で移動していきたいと思います。さあさあとりあえずこの車はね結構スピードがあるんで、パパパッとねこう範囲内に移動していきたいと思うんですけども、さあ残り2秒で範囲が、あっともう縮まり始めてますね。さあというわけで急いでいきたいんですけども、おっとこれは危ない、直立不動、もうここで車が使えなくならないんですね。ありがとうございます、まさかのここで強運というか悪運を見せつけていきますけども、さあバイクを発見しましたけども、さあこういうところでねちゃんともう敵が二度と、這い上がってこれないようにタイヤは全てパンクさせておくという性格の悪さ見せつけていきます。さあ行きましょう、こういうね細かいところでね性格の悪さ出てきますけどもね、まあねその性格の悪さもね生き残る際にはかなり必要になってくるんじゃないかという今甘噛みをしたところでですね、さあもう一個車を見つけたんで、絶望をねここに来たやつを見せたいがためにもう一発、壊しておきましょう。ちゃんとね4輪壊していくあたりもう最低ですね、人のね風上にも置けないようなゲスなね内面を見せていきますけども、さあとりあえずこの状態から走ってですね、範囲内の方に向かっていきたいと思います。
なんか今すげえ音がねこうしたんですけども、これもね加速でねちゃんと自分の音なんでねちょっとびっくりはしましたけども、ちゃんと走ってきてます。横のねところにも警戒をしつつ、おっと何か車のマークが出ました。いましたね車。さあここで体当たりを見事かましていきたいと思います。さあここでアタック、ナイス、お見事。さあこれ奇襲攻撃に成功するか、相手を倒していく、いく、お見事。おっとうまいこと逃げ出しましたね。とりあえずおっといました。ここの物陰に隠れても甘いですね。そう簡単にはいかないんです。さあ先にリロードをして体勢を万全に整えた上で、ここで襲撃、やれいないですね。どうしました。おっとおっと、どういうことだ。相手が消えたぞ。何事だ、もう上に逃げたということか、それとも下に、これバイク、いや間違えた、バスの後ろに隠れているのか。全然違いましたね。さあどういうことでしょうか。敵が全く見当たらない。これは神隠しか、それともチートか、わからないですけども、ここでまあまああっちに行ったということで、ちょっと突き進んで探していきたいと思います。後ろにも警戒をしつつね、いないんですけども、あれどこだ、本当にどこに行ったかわからない。おっと人影が今見えたような気もしたけども、ちょっと警戒して、どんなんだ、後ろにいた。おっとどういうことだ、さっき目の前にいたのに。でもそういうとこも臨機応変に対応できる俺天才ですね。さあにしてもですね、さっきのやつどんな手段、どんなチート、どんなワープというかね特殊能力を使ったのかわかりませんけども、まあですね僕ら天才にはねそんなこと関係なしで、お構いなしでどんどんね凌駕して超えていくんですけども、さあさあ周りにも警戒しつつですね、とりあえずねこの状態だと範囲間に合わないので、さっき乗り捨てた車再び取りに行って範囲内に入っていきたいと思います。こういう時にね取りに行く最中にもねやられたら一番ダサいので、ちょっとね警戒をしつつですね乗り込んでいきたいと思います。まあね、こう加速をね、使うのもいいんですけど、加速をね、使えばですね、その分、ガソリンの減りも、ちょっとね、早くなるということで、あえて今回は、加速を使わずに、さっき使っちゃいましたけども、行きたいと思います。まあ、とりあえず距離を稼ぎたいというかね、あんまり加速の方は使わない方がいいかなと思うんですけども、さあ皆さん車が見ました。ということで皆さんわかりますよね。また性格の悪さが、見え隠れする時間でございます。バンバンバンと撃って、まずは前輪、そして後輪、向こうの奥側にもあるところにも、バンバン撃っていきますけども、おっとこれは当たらないのか、もう一発撃って二発撃って、あ、もう諦めましょう、やめましょう、こんなもんね、弾の無駄遣いですから。まあでもね、性格の悪さが十分に見せつけられたところで、まあまあ僕は満足といったところでしょうか。さあ出入りを繰り返して謎の行動ですけども、まあ、荒野行動だけになんつって言ってますけども、さあ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 ここで行きましょう行きましょう、どんどん突き進んでですね、もうそろそろ、範囲内に入るんですけども、まあまあとりあえずですね、こうヘリを行きつつギリギリでこう車を乗り捨てていきたいと思います。残りも14人ですからね、あんまりこう目立った行動はしたくないということで、一旦この小屋に入ってギリギリの範囲ですから、あれをまあおとりにしていきましょうね。あれをおとりにして、多分あれに食いついていくバカが出てくると思うので、ね、一応これをおとりにしていきたいんですけど、おっともうすでに車乗りが来ていますね。さあこれはね見事迎え撃っていきたいんですけども、さあ見事狙撃と言いつつ威嚇射撃割にね全然当たってませんけども、さあ再びおっと威嚇射撃が出てしまいました。クソエイムと言うべきか。さあさあいいんですいいんです、それでもですね相手に俺がいるぞというね存在アピール、圧倒的なね威嚇ができましたから、そこは問題ない。おっとでも関係ないところ、これ今銃声が鳴りましたね。ということは他にも誰かいるということだ。さあ信じるか信じないかはあなた次第です。ここには他にも誰かいますか。パン、わかりません今のところはっていうね、さあシリが飛び出したところで、さあやっていきましょう。今ねあそこに車があるんで、あそこ周辺に一人はいることは確実なんですけど、また音がしますね。これはやばい、どうするどうする、どこにいるわからないですけども、後ろか前か横か、それとも右じゃなかった前でした。さあというわけで物陰に隠れつつ、よいしょ、おっとここで一旦リロードをぶっかましておいて、さあここでまるで阪神タイガースのような服を着ている相手をぶっ飛ばすということで、見事6人抜きいたしましたけども、さあさあここでですねアイテムをね当たる前に一旦ね回復をしまして、バッチリ体勢を整えた上で見事ねアイテムの恒例のアサリタイムに行きたいんですけど、おっと相手確定ってなんだ、拡張マガジンだよ、どうした明日までだよというわけで拡張マガジン持ってますけども、さあさあというわけでどん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 漁っていきましょう。そろそろねアイテムをもっと増やしたいところで、レベル3バック来たー、大丈夫ですよ。危ない薬とかやってませんからね。さあ、というわけで安心安全なチャンネルを目指してるともゆきチャンネルでございますけども。さあ、こんな調子で頑張っていきましょう。さあさあ、とりあえずですね、さあさあが多いということで、さあさあ頑張っていこうということで、あそこのアイテムは、まあ大丈夫でしょう。多分ね、煙が出てないから、もうある程度のものは取られてるはずなんですけども。まあね、こういった車も乗るのもいいんですけど、頑張ってね、
徒歩で一歩一歩確実に頑張っていきたいと思います。一歩一歩ということで、さあフィールネオさんの一歩が飛び出したところで、さあここでね、逐一ね、まるでサブリミナル効果みたいな感じで番線をぶっこんでいきますけども、さあここで周りもね、ちゃんとね、しっかりと警戒をしていきたいんですよ。なぜかというと、こういう坂道はね、本当に無防備だしね、この雪道の状態だと周りがね、全然見えないですからね。しかもあのね、迷彩のね、なんかもじゃもじゃのやつ、つけてるやつがいたらですね、全然見えにくいので、かなりですね、警戒をしていきたいんですけども、残り4人ということで、一気に一桁台になりましたということで、頑張って、この調子なら俺ね、とんかつ、全然、やるね。いや、やれる。絶対にいけるということで、さあさあ、どん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 ね、大口叩いて、さあ、これで一番ね、外したらかっちょ悪いんですけども、まあまあね、頑張っていきたいと思いますよ。まあね、その、どんかついけなかったらいけたかったら面白いし、いけたはいけたら面白いしっていう感じなんですけども、おっと、音がするぞ。音がするぞ、音がするぞ。周りにちゃんと目を配れる。そういう男に俺はなりたいというわけで宮沢賢治が飛び出しましたけども、いたね、いたね、あれいたぞ。あれなんで、え、敵か？ん？敵ではない。あれバイクですね。さあ、制した。バイクでした。ちょっと警戒ゾーンでしたけども、ちょっとこういう風にね、疑心暗鬼になってまいりますけども、公約報道でそういうゲームですからね。本当にその疑心暗鬼になるためにそれをね、楽しむというド M 精神がね、培われる、楽しいゲームでございますけども。こうやってね、ギリギリに僕は毎回このヘリを歩くスタイル、うわ、いた！マップなんか開いてる場合じゃねえ！ぶっ殺してやる、ぶっ殺してやる、これやる、これやる、ふふふふ！というわけで7キルありがとうございます。さあ、周りにね、もう残り3人しかいないですから、このちいちゃい、チャイチーの範囲に7人しかいないんで、バリバリに警戒してガチガチにね、ドンカツ取っていきたいんですけども、とりあえず徐々に徐々にこう、報復前進を繰り返しながらですね、さっきあいつのね、なんかね、迷彩のやつ持ってたんで、それをいただきに参りたいと思います。やっぱね、この残り少なくなってきたんで、いかにこう身を隠せるか、相手に気づかずに背後から襲撃していくかっていうのがね、一番のやっぱり戦いどころだと思いますので、これね、先ほどレベル3のバッグも手に入れたんで、見事ね、バンバンにね、こうアイテムを培ってきて、何培って、アイテムを培うってどういうことか意味わかんないですけど、さ、自分のね、発言に全然自信を持たない、責任を持たない、まるで政治家のような感じになってまいりましたけども、おっと、このチャンネル、チャンネル消去されるんじゃないでしょうか、バーンされるんじゃないでしょうかという、恐怖とも戦いつつ、ドンカツとも戦っていきたいと思います。さあさあ、残りが3人、僕を入れて残り敵が2人いるわけですね。あいつですね、いましたね。さあ、ここで見事、よいしょ、狙っていく。頭ヘッドショット。全然エイムがクソでした。おっきい、ありがとうございます。8人というわけで、もうこれは確実にね、残り1人、僕がやるしかないじゃないということで、まるでね、岡田和志か、最多防衛の時に出てきた、ね、棚橋選手みたいに、この防衛、次の相手、俺しかいないでしょということで、かっこいい発言。さあ、まさか俺がやるとね、こんなにクオリティが落ちるとは思ってませんでした。いましたよ、いましたよ。見つけました。俺の眼力の良さ、目の良さ、さあ、どんどんと見せつけていましたけども、さあ、一応周りにね、確認をしつつ、投げていく。これね、あれ、違ったみたいなね、場合があるからね。一応、ここで警戒をしつつ、ちゃんとあそこにいるのは、ね、気を引かせ、なんであそこまで移動してんだ？お前、早いな。この野郎、おいしょ、足に当てていく。おっと、全然気づいてない模様。おいしょ、あ、痛い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 。これはちょっと早めに切りをつけて、早めに切りつけて。あー、くそ、当たんねえな、もういいや。一回中入ろう、一回中入ろう。確実にね、ちゃんとこれはドンカツをしていきたいんで、ちょっと一回ですね、体勢を立て直して、あのままあの位置でもバンバン狙っていってもよかったんですけど、まあ僕のクソエムなんでね、絶対不可能だと判断して、こういうね、切り替えも大事ですから、自分のクソエムを自覚しつつ、ちゃんとね、その場臨機応変で対応していく。これ重要なね、勝ちの要素ですから、皆さんも学んだ方がいいですよ。というわけで、さあ、クソエムならではのね、経験談出ましたけども。さあ、こういうところでまんま目立った行動はせずに影に隠れつつ、あそこら辺にいることは分かってんだ、クソ野郎ということで、手榴弾がもうないので、とりあえず警戒をしていきたい。おっと、これで、素手で、いとーどーんかさあ、声が枯れましたけども、とりあえず、どんかつできてることはね、変わりないんで、嬉しい限りでございます。行きましたね、96人チーム抜き。さあ、6人チームということは、相当なチーム量ですけども、さあ、96チーム抜きということで、正しくはね、プラチナでレベルアップしましたけども、最後までご視聴ありがとうございます。見事なドンカツ、自分で言うのもあれですけども、ぶっかましました。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス、バイナラ。皆さん、ショールームとかいろいろね、やってるんで、ぜひともそちらの方にも遊びに来てください。アディオス、バイナラ。